にょ林寺は、徳島県徳島市宝町にある高野山、新言宗の寺院。本尊は、にょ林観音。別名、中津峰の観音さん。阿波山三方の一つ中津本山にあることから、中津本観音と称される。新四国万荼羅霊場の第81番札所。阿波秩父観音霊場の第1番札所。阿波七福神霊場大黒天。 東山系県立自然公園指定。五仏の教えも、高き中津本法の誓いを頼めよの人、護衛家注文生木の音徳島南部には、空海が、大野竜寺山の写真が、学、太し龍寺から中津峰山の方向に北斗七世を、拝して、悪星を祈り落としたという伝説が多く伝わっている。中津峰山の南麓には空海が祈り落とした。 悪星を封じ込めたという星の岩や聖谷に寺がある。中津峰山山頂と尿遺林寺に祀られる草鎮寺の38社大権元は、供養28宿の星々と地元の神の38の神々を合詞した神で、尿遺林、観音の本寺とされる。古来より尿遺林寺の位置する中津本山が観音菩薩の居所とされるふだらく山に犠せられることから、 観音の令場とされた。県道33号からガソリンスタンドの角を曲がって、中津峰山山頂に向かって約6キロメートル車道を行くと突然車道脇に二王門が現れ、さらに上がっていくと車道が大きく広くなっていて、ニョイリの石中があり、そこが駐車場。脇の石段を少し上がると、さらに石段があり、その途中に、 竜宮様式の注文が、やっと上がると、本堂かと思いきや、本坊の段で赤い橋を渡って、さらに見上げるような石段が、なんとか登り切ると正面に本堂が、その右に隣接して、不動堂、左手奥に大志堂がある。ありがとうございます。